何にもなくなったぜー。引っ越しってこういうもんだ。まあ俺ね、親が転勤族なんで、引っ越しっていう引っ越しはね、普通の人より何回も経験してる方なんだけど、普通引っ越しってね、引っ越し屋さんが物持ってっちゃうとね、うわっこの部屋ほんの広かったんだと思うもんなんだけど、なんでかわからんけどこの部屋は物なくなったら逆になんか狭く感じるな。 Why? タンスがあったところとか、冷蔵庫があったとこ汚すぎる。おぉ洗濯機エリア汚い。何もなし。引っ越し疲れた。新居です。そんなわけで新居に着きました。もう3日4日ぐらいかけて、すべて建て直して、超大変だった。まあ家の中とかまた後々しっかりするような動画は上げるかもしれない。大学のために4年間大阪に住みましたが、社会人は東京にやってまいりました。いわゆる上京ってやつだね。10年以上ね、神奈川県の横浜市に住んでいた経験があるので、東京っていう街はほとんど知ってるんだけど、やっぱ住むってなると話は違うからね。ちょっと楽しみなのと同時に、当たり前だけど初めての社会人だからめちゃくちゃ不安。主にこれが。そんなわけで今回は大阪から東京に引っ越したよってだけの動画でした。またね。